からずっとピアノ触ってなくってトラウマになるのを感じたんですか。やっぱりこうそうですね、やっぱりなんかこうミスったらどうしようっていう追われる気持ちというか You what? 6 hours later